ここからはゲストの方をお迎えして投資のヒントを見つけ出していきます今日のゲストグローバルマーケットエコノミストの鈴木敏之さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、もちろんあの注目の FMC の内容を読み解いていただきますが日本時間の未明ですね、はい、マーケットまあ大荒れなわけです円高と株安で日本株安で反応してますがあのー 名のまず声明の発表、はい、そして会見と続いていったわけです、はいはい、鈴木さん、どんなふうにご覧になったでしょうかそうかそですねあの声明で言っている9月の利下げの見方と、ですね、えー、パウエル議長が会見で言った内容がどうも違うというのが、非常に今回は<違う> <laughs> あの私としては悩ましい FMC だったかなと思います、うん、まずちょっと声明の変化から見ておきましょうか、これ、どう見たらいいですかね。 え今回はあの9月の利下げ次は9月18日なんですけどもそれに向かって地ならしこれ英語もちゃんとあってグランドワークっていうのがあるんですけどもあのやったことはやったんです声明の段階で,で2つあって1つはえとインフレの判断なんですけども前回エレベートだけだったんですね。今回そのの前にサンファットってていうのをつけて まあややあのインフレの強まりが弱まったかなというところはまあ見てますと、はい、だけどこれまだエレベーテッドを使っているんですね、えー、でこれが一つと、はいでまあ、ここが一番おあの大きくあの取り上げているところなんですけれども、リスクですね、どっちに傾斜しているか、どっちを強く見るかというと、前はインフレだけだったんですよ。よ、うん、今回は ボースサイドなんでインフレと雇用と両方ちゃんと見ますよということなので雇用に対する関心を高めましたついては利下げというのがえに進もうと思えば進めるんですねそこまででなんですねこれはまあ大きな変化といえば大きな変化だと思いますがしかし普通はこれだけでは9月利下げとは言えない。やってはい,むしろいけないぐらいなんですけれども FMC の声明は次の政策をどうしますということを結構きっちり書くんです。 ものなんです、はいはい、でそれについて言うとキーワードがあの前回までアジャスメント調節だったんですねいえいえで調節っていうことは次は上も下も動くっていうことなんで、うん、なもし利下げをするつもりなら利下げ方向を特定した言い方に変えるっていうのが、まあ、あの私の言い方だとおさほなんですよでそれをやってないっていうかむしろ維持してますからちょっと FMC の委員会としては利下げまで行ってないのかなという感じですね。 会見ではあところが、まあ、はっきりとそうなんです、うん、9月を<え>まあ示唆した、えー、っとですねあの議長が発言でもっていつというのを特定するというのはこれかなり重いことなんだと今回について言うと9月の会合で、まあ、クドビーはつけているんですけどオン・ザ・テーブルというふうふに言い切っていますので、えーまあ、彼は相当前のめりに、まあえー、9月利下げということを考えているのかなと。 その会見を見ながらマーケットもまあ強く反応していったというふう声明、ねはいの,えっと、の時だけはです、ねえっと、短期の債券なんかはまだ、えっと、前日よりも利回り高かったんですけれども、うん、その後急にあの会見のあたりから急に買われ出して長いところの債券ですけども買われていったというのがしかしそれを、そう振り返るとです、ねはい、これは FMC 委員会としての FMC とパウエルさんの間には何かギャップがありますか。 かなり明確にあるんじゃないかなぐらいなんですね、一つこういった時に申し上げているんですが、ドットチャートというのがあって、のですドットチャートは3、6、9、1十二しか出ません、ちょっと分かるかどうかあれなんですけども、24年のいわゆる利下げの回数なんですけども、ここまで2回、これ二回利下げに当たるんですけど八8人なんですよ。 で残りが、えー、11人、えーはい、だからまずでパウエルさんこの中に8人の中に一番ハトの方うにいそうだと。はいはい、で、パウリルさんが8人ここにいるってことはですねい,いですかえっ、ー、と理事が7人、から執行部としてニューヨーク連銀総裁のウィリアムズ、はい、これで8なんです。はい、でところが、グールズビーさんっていうすごいハトの総裁いますから、うん、彼が多分ここに入るんで。いるはずだと。うん 全員えー、と理事全員が一致しているならここは9にならなきゃいけないんだけどどうも一人ないないい数が合わで,でこれはウィリアムズさんなのか、まあ、ボーマンさんなのかですね、うん、あるいはもっとあの他の人も含めて理事の中で割れて,るっているという感じがっとだから言ってみるとパウエルさん理事すら掌握しきれてないということなあす。 ちょっと不安な要素だなというふうに思います、今後見ていくわけでですね。えさてあの、今後の企業政策を占ううえで、まあ、今回、こういうメッセージの出し方だったということで日程的に注目されるイベント、どうご覧になりますか。次回が9月18日とということなので 記者会見なんかの言い方だとすると1四半期のインフレしか収まってないんでということなんで、うん、まあもうちょっとデータを見たいんだろうということで言うとです、ね、8月14日の次の消費者物価、CPI ですね<ー>でそれが見えてもうちょっと経ったところなんですけどもジャクソン・ホールという会合があるんで今、だから FMC の声明は必ずしも利下げ言い切ってないんだけども その CPI だとかそういうのは確認できたところでパウエルさんがジャクソンホール8月の現状になりますけども講演をしてはやっぱり利下げでいきますよというふうに言えば9月18日の利下げが固まってくるとそのスケジュールはありうるということだと思います、ええ、まあしかしおっしゃったです、ね、その物価インフレ動向についてはちょっとまだ確認したいところがあると、はい、で特に鈴木さんからご覧になっても CPI 消費者物価指数と PC の ギャップみたいなこところずいぶん前のめりで利下げ、利下げって言えたのは、ねえーえー、CPI という数字のです、ね、コアの数字がえらい低かったんです、えー、でところがです、ねえー、そ本来、CPI よりも低く出る PCE の数字があるんですが、はい、これが、えー、っと6月分ちょっとびっくりするぐらい。だから これが、えー、CPI が0.1これ実は0.06かなんかなんですけどもそれよりもずっと高い数字に出てしまいましたとなんか逆方向でこれ5月も変わっていたんですねでこの,あ<ー>この辺りが分かったのが、えー、と前の日の25日の GDP から分かってるんですけども<ー>その辺でやっぱりちょっとあの雰囲気が変わったって言いますか、えー、そんなにどんどん利下げだとは言えないんじゃないのっていう感じなんです。<ー> この0.18がこれからずっと続いたとすると前年比の数字というのがですねぐらいに年末なんですけど2.8%ぐらいになってそれは前の感覚でいうと1回利下げなんですね。で今これがあるんで今日こんな形で FMC の委員会の人たちがなかなかすぐ利下げだとは納得しないという状態になってるんではないかなと思います。 これ一つ大事なあのチェックポイントだというふうに思います。あのもう一つあの今回まさにデュアルマンデートっていうことになってきていると思いますけれども、はい、労働市場ですね。はい、こちらの方についてはいかがでしょうか。そうですね。あの雇用についてはですね。まああのえー、特にあの一つ厄介な動きっていうのがですね、えー。あれです。あの家計調査っていうのがあって、えー、それの雇用の数っていうのがあるんですけれども、それの前年比っていうのが。 マイナスになると過去ほとんど例外なく景気後退なんですよ。<ー>で、えー、と今首の皮1枚でプラスなんですけれども、えー、まあこういうあの話があってということと、はい、まああのえっ、ー、とジョルツの,あの求人件数これも非常に大事な数字なんですけども、うん、前回ちょっとこれは増えてたんですね。うん、で、えー、と今回新しい数字が出て下がってたということで、まあ、下がってるトレンドがあるのかなということで、うん、まあ雇用の方は弱まり出していますと。 でここであのやっぱり急にあのパウエルさんのたちが言い出しているのが急に落ちるかもしれないということを言っていてまあもしあのそういう今日の会見でも言ってますけど落ちたらそれはちゃんと対応しなきゃだめつまり利下げするということですよねで、えー。 あのパウエルさんの場合には今日その質問も出てましたけどもあのビハインドカーブの失敗をしてるんですね、インフレの時に。<ー>ですから、今回あの、今回というか、次にです、ね、今度、雇用の方が落ちた時に利下げが遅れてたっていうのは、うん、まあ何としても避けたいというところがあると思います。 なかなかあのやっぱり難しいかじいうこれも本当にあのもう一つ大事なポイントだと思います。ちょっとあのお話,話題を変えたいんですけれども、はい、これから秋、大事な季節を迎えるというときに、アメリカは大統領選の年でもあると、で昨日の会見でも、私もちょっとびっくりしたんですが、えー、政治と金融政策が別物、<laughs> かなり強い調子じゃなかったですかね。どちらかの政党のためにやるようなことは、超えてはならない一線だというようなことを言ってです、ね、はい、結構強いです。で あのこれ前回の記者会見からそうなんですけども、ええ、まあパウエルさんあの、あと講演とかでもそうなんですけどやたらとこのことを話題にするようになっているんですね、これはかなり意識しているんだろうと思いますので,、うん、で実際、トランプさんからですねあのこの前、インタビューの時に、うんえー、選挙の前に利下げをするのはだめだとトランプさんのほうが言ってしまったこで。 あのまあ、思いとどまるっていうんですかあのここで利下げをやらないとなると、まあ、あのそれに屈したようにあの見えるような話になるのでもう意識してここのところを強く言ってです、ね、周りにあのそういう独立性を犯すようなことを言う人の方がおかしいんだろうということを、まあ、浸透させてるっていう。 でこれでもってあのパウエルさんは9月にあの動けるあのフリーハンドを確保しているというなるほどことです、ね、しかし大統領選の情勢もまだまだこれからですし、はいまあ、トランプさんもトランプさんという方ですから、ええええ、結構このやり取りはあのかいな状況とにかくあのトランプさんが掲げている政策は、ええ、インフレを高めるようなものが多いんですね。輸輸、ええええ、輸入入入関関税税を上上上げげれば輸入物価上がりますし、うん、その輸入関税を上げることによって 原材料あるいは製品そのものがアメリカに来ないということでサプライショックの、うん。あの 状況になりままますすからこれまたインフレを押し上げますとから移民についてもですね単に入ってくるあの数を減らすようなそういうんじゃなくて今いる不法の移民の方をですねもうあの100万人単位であの送還するというか追い返すようなことを言っているんですね、でそうしたらさすがに労働需給の方もかなりあの引き締まってくる可能性がありますねこれまたインフレ政策とであとドルについてもまあドル安を言い出しているので、ええ。 これまたインフレを高めるようなとにかくインフレを高めるようなことをいろいろ言っているわけです、えー、でそうすると、まあ、あの例えばこの12月18日に出すえあのフェードの,経,あの経済見通しですね、えー、もしトランプさんが勝ってるんだったらこれまでのインフレの見方を、まあ、場合によったら変えとかないといけないってこというか、ね、そういう話になっていくと、うん、じゃあ利下げじゃなくて利上げなのかというぐらいなやっぱりトランプさんが強いだけにあの影響があると思いますね。なるほどね ちょっと、あの、残り時間の範囲内なんですけども、はい、為替相場について、先ほども148円台に。ありまして、はいはい、まあ、実は日銀のが一番高派だったというか、一番サプライズだったような気がしなくもないんですが。為替マーケット、今、どうご覧になりますか、ね。そうですね。あの、まあ、こ,この一連の動きでもって、かなり円高方向。まだ進むんだという、あの、認識が増えているような理解をしています。えー、で、まあ、一つはですね、あの、日米の長期金利差ですね。これは、えっ、ー、と。 一つの目安なんですけど3、3%割る、えところに、行こうとしていると思います。うん、で、これは円高の要因になります。なるほどそれから、えっと、まあ、今回の一連の動きでいうと。まあ、日米の金融政策の決定会合が近い時に。まあ、介入を行使することによって、十円を動かせるということが分かりましたので。まだやってくる、やりたければやれるということがあると思いますね。から、あと、日銀が今回織り込ませることなく利上げをしたと、これは投機に対して。ユーバーラッシュって言うんですけども、まあ。 攻撃機の行動を抑えられるということがありますので、まあ、円高の方向に行きたい、そこにトランプさんが私はドル安だとこういうので、まあ、かなり円高方向の心配というのはあると思います。どうううもあありりががととございました